はい、どうもおはようございます。トウです。さあ、いかがお過ごしでしょうか。というわけで本日はですね、こちら遊戯王、デュエルモンスターズ 20th アニバーサリーデュエリストボックスってことですね。前から紹介動画とかチビチビ撮ってたんですけど、そちらがついに今日22日発売になりました。皆さん買いましたかね。まあネット評判だと高えど、ホープダブルだけ欲しいとか、まあなんか特定のキャラデッキを持ってる人はやっぱ欲しいカードがあるんだけど、ちょっと8000円は高いかなっていう風な、評価をツイッターでは見かけました。ですね。さあ、まあ、ということでですね。で、プレイマットが全6種、スリーブは1種、で、トークンが全6種か。で、ステンレス製のカードですね。が2種類あるんで、いくつか買ってきましたので、ステンレス製のカードは少なくとも、2つとも揃えて、まあ、飾るとこまで、見せたいなと思います。さあ、というわけで、開けていきましょう。私、1個8000円だっけな。こう、なんか地味にね、サイズ的には前回は横、まあ、前回のこのプレイマットのやつですね。は、まあ、横長だったんですけど、今回割となんていうの、昔のプレステの箱みたいなデカさですね。なんか、いくつか買ったらこう、重なって持ってから大変だったんですけど。ほい。で、カートンがね、6入りだったんで、多分ワンカートン買うと間違いなくプレイマットは全種揃いますよって必要ですね。ただこれ予約しに行った店ね、複数予約したから、これ同じカートンから出してくれてますかって言ったら、あ、わかんねっす。言われて、若干これ複数こう同じ場所で買う意味あんのかなって思いながら出してけど、箱なんか結構いいっすね。なんかもうちょいペラペラなのかなと思ったけど、なんか割と光沢がある、素材になってますけど、パッケージ結構金色でかっこいいっすね。ほい。なんだろうね、なんか上質紙なのかな、ちょっとなんか滑るような材質になります。ほい、ポン。おかっこいいパッケージ。あ、意外にかっこいいな、これていうかこれフリスターパッケージだっけなっていう名称で、表面見ても楽しめますよ、買わなくても楽しめますよとか、並べなくても楽しめますよっていう、こういうパッケージの方式あるんですけど、こんだけなんか中身ちょっと凝った入れ方してるんだったら、こっちもね、中身見れるようにしてみればいいのにね。少なくともここを見せるだけでも結構反則あると思うんですよね。はい、見ていきましょうか。そこでプレイマットですね。さあ、誰が出るかな、誰が出るかな、出て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 、はい、全6種で、ここのパッケージのモンスターが映ってるらしいです。あ、これは、ちょっとあれかな。あ、はい、レコードトーカーですね。まあ、レコードトーカーデッキ持ってるから、まあいいかな。はい、感じです。まあ、1番のあたりは、まあ上から順にっていう感じですかね。メインカード見ていきましょう。ブラックマンちゃん、こんな感じですね。なんだろう、こう、ちょっと見えづらいかな。これちゃんと20周年って書いてあるんですね。テンティースシークレットみたいな、仕様ですね。やっぱ写真だとちょっとなんかシークレットちょっと もやもやして微妙だったんですけど、やっぱ実物結構イラスト綺麗ですね。はい、エオスもこんな感じね。エオスこっちのエチぐらいの方がいいね。なんか躍動感があるっていうか、かっこいいですね。ブラーマジは結構いくつかね、映画版の絵柄とかあるんですけど、スタダは初ですね、イラスト。結構賛否分かれる、細いとかね言われてるんですけど、僕こっちの方が結構好きなんですよね。はい、ホープ全然こっちの方がいいね。なんか元のホープ横でダッシュみたいな。ロックマンかなっていうポージングでしたけど。です。オッピーはこれ賛否あるね。とりあえずはそうか。もう複数の、イラストありますよね。なんか次元箱って言われてる。ディメンションボックスのイラストと、あと通常イラスト。これですね。はい。レコードトーカーが最後ですね。レコードトーカーもね、もうちょっとコードトーカーデッキで使われれば全然ありなんですけど。絵柄かっこいいですね。なんか動きがあってね、いい感じですね。はい、でスリーブがこれと、なんだろう、シンプルイズベストって感じですけど、はい、これがあれか、ステンレス製のカード。あ、ちょっと予想してたの違うな。これプリントなんだね。あ、裏面こうですね。こういう、ちょっと表面だと普通のカードしか見ないと思うけど、ここ音がね、ちゃんと金属なんですよ。なんかね、ステンレス製の板に、その、なんだろう、純銀製、純金製のブルアイズみたいな印字なのかなと思ったんですけど、なんかプリントっぽいですね。初期のブラックマジシャンですね。ちょっとこれね、照明であれなんですけど、若干上から見ると普通のブラックマジシャンのカラーですね。ちょっと印字が、もうちょっとあったんじゃないか。はい、懐かしいですね。もうすげえな、ステンレス。ローダーついてますね、これ。多分そのまま入れる仕様なんでしょうけど。で、一個ずつ抜いていきましょう
まずブレインズからですね。はい、ウザラヤシオのサイバースエンチャンタースーパーバイザーですね。でゴールドエンド、イラストはかっこいいんだよね、サイバースウィザード。せめてウルトラレアならねっていうところだよね。リンクディサイプル、これはまあ V ジャンの方がウルトラレアなので違うリアリティだといいですね。セキュリティドラゴンですね。セキュリティドラゴンもなんかな、せめてな。ここまでするんだったら全カードね、リアリティ上げてくれればいいのになっていう感は若干あるよね。はい、オットアイズアドバンスドラゴンですね。まあ、ウルトラリア綺麗ね。スマイルマジシャン、結構強いよねこれね。地味に魂のペンデラムと噛み合ってるんですよね。サーチができないのが辛いね。はい、これはイラスト好きなんですよね。セイバードラゴン、もうここしか再録どころがなかったんじゃないか、いるこれって感じなんですけど、スマイルワールドですね。これが一番微妙だったんじゃないかって。これこそウルトラリアでいいだろうっていうね。ないっすからね、ウルトラリアね。デスアタベント。まあ、これも当然がスーパーかな、なんかなんで。まあ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 。おい、出ました。ホープダブルですね。これほんと強かったんですよね。動画上がってるかどうかわかんないですけど。はい、オノマトピア。この手はですね、シャイニングドロー。これがね、ランクアップマジックでついてればほんと強かったんだけどね、ランクアップマジックがついてないせいで微妙に使いづらいんですよね。チェインがね、まだラバーマルチェインがいれば使えるんですけど、ガガガマジシャンですね。これもウルトラリア弱ったんじゃないかな。ダブルアップチャンス。ここもウルトラリアにしてほしかったですね。カットビームね、これこそウルトラリアにしろよ。ノーマルしかないんですよね。ジレアだっけ？うん。氷屋は確かなかったはずなんで、ちょっとこの辺。なんか割と巷ではやっぱホープ人気あるんで、ホープダブルだけ欲しいっていう方いらっしゃるみたいですね。はい、シグナルウォーリアージャンクスピーダー、これ海外選考のやつですね。スターダスト、ウィッシュ星屑の願いってやつですね。ちょっと効果あれなんですけど、まあスターダストサポートの中ではすげー強いですね。ジャンクシンクロン、ここはウルト、まあ、ウルトラリアあるか。ドッペローリアはウルトラリア欲しかったですね。ないですからね。エフェクトベーラーと。これもウルトラリアありますね。なんか当たったら別レアでくれてもよかったんじゃよっていうとこではあります。なんだろうね。今回のパック結構、ブレインズとファイブディーズだけちょっとひどいっていうふうに言われてますね。あ、出ましたね。ネビュラネオスですね。ネオス唯一のドロソって言われてますけど。これ本当に強いんで、ネオスデッキ組むなら結構1枚ぐらいは欲しいかなとかね。グランドマンも普通に強いんですよね、これね。なんか。はい、ダブルヒーローアタック。これがね、強いけど使いづらいっていうね。シャニングフリアウィングマン。ここの枠はノーマルとかでよかったんじゃないかな。ラストオブネオスですね。ここもなんか無理やり選んだ感すごいですね。ミラクルフュージョンですね。まあ、これありがたいけど、せめてウルトラリアとかにしてくれると嬉しかったんですけど。はい、ジュージェクサス。なんか格差的に割と、初代 GX、ゼアルは強いんだけど、あと2つがちょっと微妙いみたいな評価ですね。まあ、今後なんかパーツが増えてくんで、ブレイブとかは。割とありだと思うんですけど。はい、レバーション、マジシャンオブカオスですね。唯一、なんだ、儀式モンスター、ブラックマジシャンの中で使いやすい。はい、ブラックキャバレス。これも強かったんですよね。普通にね、ティマイスのマナコから出せるし、普通にカオスソルジャーとか組み合わせたファンデッキでも、活躍していきます。海の泥ですね。これがギリギリまで、発表されなかったんですけど、まあ、相手の場のカードの方が攻撃力が高い場合に、デッキからカード名が異なるカードを3枚選んで相手に見せて、シャッフルしてデッキの上に戻す。その後自分はデッキから1枚ドローするっていうので、まあ、ほぼ確定の、カード引けるって感じですね。ただ発動すると端子出しまで自分は魔法トラップカードをセットできず、魔法トラップモンスターの効果を一度しか発動できないっていう感じですね。まあなんだろうね。これオベリスク確定させて持ってくれるね。拡散するハードですね。まあもうなんか通り触れることないですね。はい、黒のマドジンは、ノーマルっていうかパラレルですね。前はスーパー以上だっけな。永遠の魂もパラレルと。ってことですね。シークレット、確かジレアのやつがあったと思います。まあ、本当なんかブラマジセットっていうかね。キャラデッキ組むならってですね。はい、っていう感じのセット内容でした。
なんだろうね、あのキャラクター組みたいよって人は、まあ、シングルで買うか、まあ、ここ買っといて、友達とプレマトとか分けるとかもいいと思いやす。ちょっと、8000円にしては、物足りないっちゃ物足りないセット内容だったかな、感は否めないですね。なんか結構肯定したいですけど。まあ、でも、ホープダブルとかが、普通に欲しい方は、全然ありかなと思います。エッジ内もね、やっぱイラスト、発色綺麗なんで、いいかなと思います。スターダストドラゴンとか、このリアリティのやつは存在しないので、まあ、リアリティをここ、揃えたいよって方は、見てみていかがでしょうか。ちなみに、ローダーはこんな感じになるっぽいですね。ペラペラだ、これ。ここ、わかる。普通のローダーっていうのが、まあ、こういうね、仕様なんですけど、これであの、プラスチックのちゃんとした仕様なんですけど、これもペラペラですね。あの、パスケースみたいな感じ。なんかね、ステンレス製のカード、初期傷があるものがあるらしくて、そういう場合は、これ交換してくれるのかな。はい。実物、開けてみるとこなんですね。はい、まあ、発色は、ちょっと正面からだと見づらいかな。なんだろう、この辺ね、正面から見づらい仕様って、ホログラフィックの時もずっと思ってたんだけど、なんとかしてほしいんだよね。な、目の錯覚っていうか、あれで、しょうがないんだろうけど、ちょっとでかいですね、サイズ。はい。こんな感じで、ね、下に文字が書いてあって、こんな感じになりますよ、ですね。あーですね。ブルーアイズも一緒に飾りたかったのでちょっと当てに行こうと思います。これで当たんなかったら笑うよね。はい、いきなりブルーアイズ出て、あ、出た、やった、びっちり揃いますね。こんな感じですね。初期版本当の、ここの説明文が本当の初期の初期ですね。超レアカードって書いてあるのが、あの超初期版のやつなんで、確かね。光り方的にはこんな感じ。なんかたまにこの端が欠けてたりとかの初期傷があるものが多いらしいんで、上がなんか若干、僕が当たったの擦れてますね。っていうので結構ね、初期、なんか多分カットの時、カット技術がちょっと弱いらしくて、弱いっていうかあんま上手くないらしくて、ちょっと初期傷があるものが多いみたいです。適宜なんだろう、純銀、ステンレス製のあれみたいな感じで、純銀製のブライズみたいなので想像してたんで、若干ここは、なんかプリントなんだって感じはありますね。あ、でもなんかいいですね。はい、という感じでね、2種類とも揃いました。で、まあ、このまま保管してねっていうデザインなんですけど、せっかくなんでね、まあ、こういう感じで、飾っていきたいなと思うんで、買ってきました。こういうのですね、Amazon で500円でしたね。で、スタンドこういうの一緒に合わせて売ってるんですけど、これもまあ数百円ぐらいでした。まあ、5000円ぐらいですね。ちょっとじゃあこれで飾ってみようと思います。どんな風になるのかなっていうのをちょっと見せれればいいかなと思うんですけど。これでちゃんと僕はこの、今開けてるけど、Amazon リンクをちゃんと貼ってんのかどうかっていうね。はい、ウルトラプロの、カードケースっていうことですね。ちょっとね、あの2個入りのが欲しかったんで、あってよかったなと。ローダーに入れてると入らないですね、サイズ的には。これ、これ穴が開いててここに挟むしてますけど、ローダーがね、上がねちょっとでかいんで、もうずっと入らないですね。無理やり多分、スクリューってあのネジの方式なんで、無理やり入れようと思って入れるんですけど、どうしようかな。まあ抜いちゃっていいかな。あ、こっちの方がちょっとでかいんですけど、はい、できました。こんな感じですね。結構、かっこいいんですけど。はい、っていう感じでですね。興味がある人はぜひぜひ買ってみてください。まあ、なんかこのスクリュー式に入れれば、割とコレクションとしても使っていけるので、いいかなと思います。はい、というわけでお相手は豆腐でした。よろしければチャンネル登録や評価をお願いいたします。その他対戦動画の方上がってますので、もしよかったらそっち見てください。あとね、ブラックキャバロリーとダブルホープを使った対戦動画が、作られてると思うんですけど、そちらまでちょっとね、ちょっとしたお遊びをやってみようと思うので、ぜひ参加してみてください。クリスマスプレゼントっていうかね、お正月プレゼントっていうかになるかわかんないですけど、その辺やれればな、といったところで。はい、それではお疲れ様です。豆腐でした。